どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、7個ポイントを ANA マイル、ANA スカイコインに交換すると増量されるキャンペーンっていうのが10月からね始まりますので、こちらの解説やっていきたいなと思います。私の動画でね、7個ポイントっていうのはね、あんまり紹介したことはね、ないんですけども、まあセブンイレブンとかでね、聞いたことあると思うんですけども、7個ありますよね。あちらのポイントからですね、ANA マイル、もしくは ANA スカイコインにね、交換していただくと、ANA マイルにはですね、75%、ANA スカイコインにはですね、なんと 150% で交換することができるということで、結構すごいキャンペーンになっておりますので、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではね、早速キャンペーンの詳細に、ね、入っていきたいと思うんですけども、キャンペーンの公式サイトはねこんな感じになっておりまして、7個ポイントから交換できます 50% レートアップキャンペーンといった形になっております。で、期間がですね、2021年の10月1日からですね、2021年の10月31日までっていう風になっておりまして、こちらのキャンペーンはですね、エントリー不要っていう風になります。で、特典ですね、7個ポイント、500ポイントをですね、ANA マイルに交換していただくと、375マイルということで、75% ですね。またですね、7個ポイント、500ポイントを ANA スカイコインに交換していただくと、750スカイコインということで、こちら 150% の交換率で交換することができます。で、こちらのキャンペーンのね、積算時期なんですけども、申し込み後2日から7日以内にね、付与されるっていった形になります。ということで、こちらのキャンペーンはね、まずね、期間が10月の1日からっていう風になっておりまして、こちらの動画ね、撮影させていただいているのが9月の20日っていう風になっておりますんで、このキャンペーンね、まだ始まってないんですよね。ですので、今すぐね、交換しないようにしてくださいね。10月1日になってからね、交換ね、していただきたいなと思います。で、エントリーがね、不要っていう風になっておりますので、7個ポイントのサイトでですね、交換申請さえすればですね、自動的にね、キャンペーン分のボーナス分ですね、もらうことができるっていった形になります。で、交換レートについてですね、ANA マイルのね、交換レートは 75% ということで、75% といえば、ポイントサイトをですね、ANA マイルに交換する、今ね、一番の王道ルートですね、東急ルートっていうのがありますよね。こちらがポイントサイトから ANA マイルにね、交換が 75% ということで、レートはね、同じっていった形になりますので、まあそこまでね、交換レート自体のね、サプライズはないのかなっていうふうに思うわけなんですけども、東急ルートの場合は、クレジットカードがね、1枚いりますよね。ANA 東急クラブ級クレジットカードですね。こちらが必要っていうふうになるわけなんですけども、このキャンペーンはですね、クレジットカードは必要はないんですよね。ですけども、7個カードがね、必須っていう風になっておりますんで、もしね、こちら持ってない方はですね、取得する必要があるっていった形になります。まあね、この7個カードっていうのはね、電子マネーのカードっていう風になりますんで、クレジットカード発行するよりね、ハードルが低いかなという風に思います。まあね、最悪ね、この7個カードっていうのはね、セブンイレブン行けばですね、有料にはなりますが、発行ね、することができます。ちょっとね、無料の取得方法をね、後で解説させていただきます。次にですね、ANA スカイコインの交換レートですね、こちらね、150% なんですよね。これかなりすごくないですかね。150% ということで、ポイントサイトにですね、1万ポイントあってですね、こちら7個ポイントに交換して、スカイコインね、交換していただければですね、1万5000スカイコインになるっていった形になるんですよね。ポイントサイトのね、ポイントで ANA のね、ステータス仕様とかね、航空券ね、発券する予定のある方はですね、かなりおすすめっていった形になってるんですよね。で、ポイントサイトのね、ポイントをマイルに交換して、そこからスカイコインに交換する方もね、結構いらっしゃるかなっていうふうに思うんですけども、今回のね、このキャンペーンの方がね、レートが高いっていった形になりますんで、ポイントサイトのポイントを7個ポイントに交換して、ANA スカイコインね、交換していただきたいなと思います。それでは次にですね、各種ポイントサイトから ANA マイル、ANA スカイコインへのですね、交換日数ね、ちょっとおさらいしておきたいなというふうに思います。ちょっとね、ここら辺に出しておきますね。私のね、おすすめしているポイントサイトですね。上からチョビリッジ、ライフメディア、ポイントインカム、ハピタス、EC ナビっていうふうになってるわけなんですけども、上の4つはですね、ドットマネーっていうね、サイバーエージェントが運営しているポイントサイトがあるわけなんですけども、こちらにね、交換していただいて、7個にね、交換することができます。で、ポイントサイトからね、ドットマネーっていうのは、ポイントサイトによってですね、交換日数が変わるっていった形になっておりまして、ドットマネーからね、
7個に関してはですね、4営業日でね、交換することができます。で、ここからですね、ANA マイル、ANA スカイコインね、交換していただくのに7日程度っていう風になりますんで、まあこちらね、長くても大体2週間ぐらいでね、交換することができます。で、EC ナビなんですけども、EC ナビはね、ドットマネーに交換することができませんので、PEX からそこから7個っていう形で、ANA マイル、ANA スカイコインっていう感じですね。で、PEX からですね、7個に交換する際にですね、8日程度かかって、またね、7個から ANA マイル、ANA スカイコインね、7日ぐらいかかりますので、こちらのルートだと大体15日ぐらいね、かかるっていうのと、PEX からですね、7個ポイントに交換していただくのはですね、まあこちらですね、実質無料キャンペーンをね、やっているわけなんですけども、まあそれを省いてもですね、手数料がね、まあ10円分ね、かかるっていうふうになりますんで、ここはね、注意しておいていただきたいなというふうに思います。ということで、どのポイントサイトをね、利用していただいても、この7個経由で ANA スカイコイン、ANA マイルにね、交換していただく場合でもですね、最大でもね、15日程度でポイント交換完了することがね、できるっていった形になりますんで、今からね、準備しなくても、10月1日になってからね、交換していただければ十分間に合うっていうふうに思いますので、キャンペーン自体がね、10月1日からっていうふうになりますんで、何か間違えてね、交換してしまってもね、もったいないかなっていうふうに思いますので、10月1日からね、ポイント交換開始していただければなと思います。ということで今回ですね、7個ポイントから ANA マイル、ANA スカイコインね、交換すると増量されるというね、キャンペーンを解説ね、させていただいたわけなんですけども、こちらね、利用予定されている方はね、かなりいいのではないのかなというふうに思いますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。私もですね、10月1日になったらですね、実際のね、交換方法っていうのをまたね、動画出そうと思っておりますので、もしね、利用される方はですね、そちら見ていただいてからですね、利用ねしていただければなと思います。またですね、今回ね必要なのはこの7個カードということで、こちらが必須になるんですよね。で、保有していない方はですね、作っていただくしかないって言った形になるわけなんですけども、これね、セブンイレブンでもね普通に作ることができます。できるんですけども、こちら300円でね有料なんですよね。で、私はですね、昔ね8がつく日にイトーヨーカドーでねキャンペーンとかをやっていて、1000円チャージするとね、この発行手数料の300円がね無料になるキャンペーンがねありまして、それを利用してね発行させていただいたわけなんですけども、今でもあるかもしれませんので、もしね8日にイトーヨーカドーとかね行く機会がある方はですね、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。またですね、 Android のスマートフォン利用されている方は、こちらね、お財布携帯でモバイル7個っていうのはね、利用することができるんですよね。Android のスマートフォンね、利用されている方はですね、こちらでね、無料で発行することね、できるっていった形になりますんで、Android の方はですね、このモバイル7個一択でね、いいのかなと思います。またですね、黒猫メンバーズっていうね、黒猫ヤマトがね、発行しているメンバーズカードがあるんですけども、こちらね、7個搭載した、そのメンバーズカードっていうのはですね、発行することができるっていった形になっておりますんで、まあそちらもね、無料で発行することができます。こちらね、できるんですけども、ウェブで発行するとね、2、3週間かかるそうなので、黒猫メンバーズの7個付帯のね、カードが利用されたいっていう方はですね、ヤマト運輸のね、営業所に行っていただくとね、その場で発行していただくことがね、できるそうなので、こちらもね、覚えておいていただければなと思います。またね、セブンカードプラスっていうね、クレジットカードを発行していただくと、こちらね、7個機能ね、ついているクレジットカードっていう風になりますんで、まあ、今後を見越してですね、この7個をね、かなり利用されるっていう方はですね、このセブンカードプラスからだとですね、クレジットカードから7個にチャージする際もですね、ポイント取れるっていう風になりますんで、こちらもね、いいのかなと思うんですけども、このキャンペーンだけにね、発行するのもね、まあ、いらっしゃらないかなっていう風に思いますので、一応ね、ポイントサイトハピタスにね、案件が5100円でね、出ておりますので、まあ、今後を見越してね、発行されたいっていう方はですね、このポイントサイトハピタスのね、案件ね、利用していただいて、発行していただくのもね、いいのかなと思います。ですけども、ちょっとね、今、9月の20日ということで、キャンペーンが10月の31日ということで、まあ、今すぐね、発行していただければね、キャンペーン間に合うと思うんですけども、ちょっとね、10月入ってからね、発行してしまうとね、まあ10月入ったぐらいだったらまだ間に合うかな。ちょっと10月の中旬とかまでね、行ってしまうとね、キャンペーン間に合わない可能性もね、出てきてしまうかもしれないので、もしね、このね、セブンカードプラスクレジットカードね、発行される方はですね、早めにね、決断していただければなと思います。
ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイルお得情報、クレジットカード、マリオットボンボーホテル、ヒルトンホテルごとについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。